どうも皆さん、日本語で実況プレイをしているアメリカンコーテツスティールです。今回フラッツムフロットサムというゲームやってみましょう。海面が上昇した世界、いわゆるウォーターワールドで漂流するガラクタで漂流する街を作りましょう。で、今はね、何かのバグ、いやバグが原因かな。とにかく見ての通り、この文字がめっちゃちっちゃい。これ早く治りますようにね。で、私たちの新しい街を何と名付けますか？これは YouTube でいいかな？冒険の開始。まずは、この近くにある漂流しているものを集めましょう。そうするには、このマークつける必要ありますね。この V という。これをつけると、こっちに設置すると、漂流者というものがいろいろ回収してくれますね。そしてできるだけ大きくしましょう。そして次は3人にしましょう。こうすると、この3人がいろいろ回収してくれますね。で、この人たちがこれをやってる間にいろいろ見てみましょう。これはスピード。これはいろんなヒントですが、いろいろもう読んだので、これキャンセルしましょう。これがサルベージ。あとで、これサルベージすると、このマストゲットできますね。このマストさえあれば、次の島に移動することができます。でも、それは後にしましょう。次は、ビルドですね。いろいろ作ります。この通路。通路というより、なんか戦況っていうか、ドックみたいな感じかな。じゃあ、1個作りましょう。この辺りにね。で、誰かが自動的にこれ作ってくれるはずですが、もうちょっと早くしましょう。次は、この貯蔵庫というものです。あ、これ早めに作った方がいいと思う。いや、だって、あ、キャパシティはそんなに、あ、そうですね。じゃあ、どこがいいかな？いや、まだです。次はハウス。名前通り、ただのハウスですね。読めない。この文字読めない。早く治りますようにね。でもこのハウス作るには、乾燥木材というリソースが必要ですね。それを作るには、これ生産するには、この乾燥ラックが必要です。早めにこれ作ってみましょう。この辺りでいいかな？そして、ちょうどこれ作ったので、まだ作ってないんだけど、これ置いたので、これも、このストレージ用のもの作ってみましょう。この向こうにある。次は、これは何でしたっけ？あ、大工小屋、大工小屋という、ここで確か、焚き木とロープ作ります。ロープで、何を作るんだっけ？あ、これだ。この係留ポイント。まあ、簡単に言うと、選挙ですね。ドック。これが作ります。これ作る、あ、ちょっと待って。その前にちゃんと乾燥木材にしましょう。誰かがその木材を置いてくれれば自動的に乾燥しますね。で、この船橋を作れば、これさえあれば船も作れますね。サルベージボートとサルベージ、いや、フィッシングボート。今はね、この泳ぐ漂流者たちなら、このでかい円の中にしか入ってないものを回収できません。でもこのサルベージボートさえあれば、その外でも回収できますね。そしてフィッシングボートさえあれば、ん？いたっけ？確か、いるはずですが、魚？あ、いるいるいる。いや、元気だな。結構、食料入ってますね。今のところ、あ、37。これはまだ全然大丈夫ですが、水の方が心配ですね。あれ？あ、ちょっと待って、キャパシティがやばい。もう一個作らなければ。じゃあ、これ作りましょう。そして通路、伸ばしましょう。これでいいかな？このサイズでいい？よし！次は、やっぱり水が欲しい。で、この、Construction Distiller というものですが、なぜかまだ日本語になってないですが、何でしたっけ？蒸留水器というものでしたっけ？とにかく、その水作りますね。これは別に飲んでいい水じゃないから。
で、これ作るには、その乾燥木材が必要。じゃあ、その生産早くなるように、もう一個作りましょう。早くハウスとかも作りたいですね。じゃあ、これもうちょっと早くしましょう。いや、すごい音だね。お、ありがとう。で、これがやってる間に、リサーチ、研究もありますね。これが、あ、貯蔵庫。これが、メディアム？大きなサイズかな？次は、ハウス。もっと大きなハウスだね。次は、スクラップ工場。ああ、ここでパイプとか作れそう。次は、プラスチック。おお。あ、ネット作れるんだ。ネットはね、ネットで一体何が作るんだ？これかな？うん。まあ、それどころじゃないですが。じゃあ、これを、あ、これも、何でしたっけ？星湯をと呼ぶ日本語難しい。じゃあ、これで結構乾燥木材ゲットしたから、こっちの大工小屋作りましょう。こっちにね。あと、もう一個の、何でしたっけ？貯蔵庫？ストレージ用のアイテム？そのものを作りましょう。次はハウス。こっちにハウス作りましょう。ああ、これも早く作りたいですが。それを作るに、あ、これが必要ですね。この大工。じゃあ、まずは、ロープ2個作りましょう。このムーリングポイントという、この係留ポイント2つ作りたいから。そして、こっちじゃなく、いや、こっちかな。こっちじゃなくて、こっちにしましょう。おう、あ、マーク消えちゃいましたね。もう一度でかいやつ設置しましょう。これは、二人でいいかな？今のところ。ハウスもっと作りたいんだけど。あ、これだ。じゃあ、この通路が完成したら、早くこの選挙を作りましょう。あれ？止まったかと思った。あ、本当に止まったんだけど。どういうこと？あー、乾きが問題になったからかな？喉乾いてきた？よし、選挙を作りましょう。そして、あ、全然大丈夫だね、リソースが。誰かこれ作ってくれれば、早くサルベージボートを作れますね。早めにこれ作った方がいいと思う。あ、これも早めに作った方がいい。なら、こっちに作りましょう。あ、でも、あ、俺のリソースが。誰か、あ、これ全然大丈夫だね。この乾燥木材はたくさんある。でも問題はプラスチックですね。じゃあ、こっち、いや、いけないんだね。大丈夫かな？足りる？あ、足りますね。全然足ります。じゃあ、これ、誰か、みんな、水作りたいんだけど、蒸留水作りたいんだけど、蒸留水っていうものでしたっけ？とにかく、これ作りたいんだけど、それを作るには、この焚き火が必要だね。じゃあ、2個作りましょう。これは自動的に乾燥するから、簡単に作れるから全然大丈夫だと思いますが。あ、これもう出来上がりだね。だったら、よし、船作りましょう。これを作って、これサルベージすると次の島に行けるはず、移動できるはずですね。お、じゃあ、これ、応答級。つまり永遠に作るってわけ？そのようですね。その焚き火さえあれば。なるほど。誰か作ってくれるのか。作ったっけ？確か焚き火作ったはず。あ、作ってくれますね。おお。あ、そういえばみんなに名前つけられますね。じゃあ、どこでしょう。この人に、誰がいいかな？カクティス・テンさんですね。パトレオンのサポーターのみんなの名前つけましょう。許可？許す。次は、どこでしょう？あ、この人ね。この人は、カイさんにしましょう。そのニックネームになりますが。サミ・カイ・フロット。いやー、フロットサムって、英語の発音はちょっとあれだね。フラッツム。あ、完全に忘れちゃいました。もっとハウス作りたいんですが。こっち、どうしよう。もう一つの選挙を作りたい。
で、あ、全然大丈夫。いや、全然大丈夫でない。もっと、あ、大丈夫だ。じゃあ、こっちに、こっちにも、これで足りてますね、お家、ハウスが。いや、ハウスといっても、ただのベッドだろ。ただのベッドと、なんだ、タンス？よくわからないんだけど。よし、じゃあ、これが大事だね。これサルベージしよう。次の島に移動するためにこれが必要ですが、誰かやってく、あ、やってくれないかも。これ、一人にしよう。あ、やってくれますね。ちゃんと、あ、ここか。あ、ホット。ホット。ハットじゃないんだ。なるほど。いや、本当に調べてくれるんだね。ああ、そのマスト回収。いいね。他に何か？あ、メタル、金属もありますね。ん？何の音？あ、もしかして、船？その船橋の方だったかな？だった。でもそれ作るには、お、ありがとう。ちょうどこれはプラスチックかな？どうでしょう？あー、次は、わかった。サルベージの船、もう一個作りましょう。次はこのフィッシングボートも作りましょう。でもそれ作るにはいろいろ、あ、もっと、どこでしたっけ、ここでね、このロープ作りましょう。え、乾燥木材でロープ？違うでしょう。何かの繊維とかで作るでしょう。いやー、やばい、水が問題になりそう。じゃあ焚き木たくさんを作ってこれでいいかな。そうすると誰かこれ上流してくれるのかな。あとこの船あるからどうでしょう、どこがいい。とりあえずここがいいかな。たくさんプラスチックが欲しい。これは、あ、もう大丈夫だね。そ、あ、これ作れるんだ。じゃあこっちにしよう。このなんだ、ほ、このほ作りましょう。街の移動が可能になります。いいね。よし、これであと少し完成。これ完成。お、出来上がり。じゃあマップ開いて、今のところはね、風だけで次の島に移動できますが、後でオイルが必要のようですね。これが村人。じゃあ新しい仲間ゲット、なんか増えますね。そして町もある。まあこれしか、今のところこれしかないですが、水もある。これは動物って、いや、これ気になるけど、まあせっかくだからこっちに移動しよう。いいね、恐竜。ここには何があるでしょう。ああ、新しい人、仲間増えますね。レスキュー、救ってあげると。あ、この人にはまだ名前つけてないんだね。で、これはビビッドラビットさんかな。いつもありがとうございます、みんな。そしてこの次の二人は、なんと、あ、まだつけられないんだね。まだレスキューしてないから。あ、水やばい。ちょっと待って、それどころじゃないですね。水、早く。これ、じゃあもっと、これ作りましょう。じゃあ誰か、いろいろ回収してくれ。こっちには、船、乾燥木材が欲しいんだけど、これ、あ、ありがとう。誰です？誰だった？レイタイ。誰だった？知りたいんだけど。ちょ、ストップ。ホロー。お、さすがビビッドラビットさん。いつもよく働いてくれますね。これは、ああ、ここでいろんな、リソース、素材やリサーチポイントもゲットできますね。あー、じゃあこっちにしよう。んー、じゃあこれ一人にして、そうすると一人がここでいろいろ回収、いや、ここじゃないんだ。なるほどね。じゃあレスキューしようかな、この二人。そうしよう、レスキュー。そして、いやー、問題はね、もっとハウス作らなければ。あと水も問題。船も早く作らないと。じゃあこれはこっちに。うん、水が問題だね。あ、もしかしてここで水見つかるのかな。だといいけど。
それかもしかして、あ、ほら、次のエリアには水とオイルある。あと少し頑張れば、あと少し我慢してくれれば。 Help, 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 助けてって言ってるんだけど誰も何もしない。おいお前それはいいんだけど、それ欲しいんだけどよ。じゃあちょっとキャンセル。あ、これもしかして、あー、一応誰かレスキューしようとしてるはずですが誰もやってない。お、これで救ったんだ、よかった。じゃあこの新しい二人はなんとどこだ。あ、この船に入ってるのかな今。どうでしょう。じゃあなんと名前、カイさんはこっち、スクイッド。これはサージェントユーさん。ダメ、ユーさんにしましょう、許可。おう、ありがとう。そうしてもう一人いたはずですが、ちょっと待って、どうやって、あ、ここでね、ラスティじゃない、ラスティじゃない、これはリョアサクラさんにしましょう。ああ、このタスクね。あー、何がいいかな。これは、あー、建築とか、ワークショップとか、いやー、どうでしょう。あ、これか。これがいいかも。解散、お願いします。そして、ビビドラビットさんは、ワークショップとか、建築とか、サボテンも、よろしくお願いします。いや、人数増えたから、いろいろ、より早くできるはずですが、やっぱりこれが問題だね。じゃあ船作りたいんだが、ああ、プラスチックが必要だね。プラスチックは、あ、こっちか。なら、いや、プラスチックだけのところはないか。じゃあこうしよう、これでいいかな。よし、じゃあこれキャンセル、みんなこっちおいで、これもキャンセル。これは魚にしますが、いや、どうでしょう、次のエリアに行った方がいいかも。いや、だって死にます次のエリアに行くと、いや、行っても魚がいるはずだし、水もあるからいいと思いますが、あ、でもこれはまだ完全にやってないんだ。そのサルベージやりたいんだが、もうちょっと頑張りましょう。これはまだ大丈夫だから、うん、大丈夫かな。水はちょっと疑う、微妙。空腹も乾きもやばい、早く早く作ってくれこれを。あー、じゃあ次はフィッシングボート作りたいんだが、早くプラスチックを。水は、うん、いけなくはないですが、この人はずっとこんな感じだね。よし、フィッシングボート。早く、誰か、これを作って。これを作ってくれ。これは、星湯をにしましょう。それぞれの坂には、あ、栄養値は、0.5 だけ？わかった。あの、誰か、これやってくれます？じゃあ、誰か、これをスカベンジ？これサルベージ？もしかして、食料はあるのかな、あっちに。だといいけど。そして魚の方はこれだな。早く誰か釣ってくれ釣ってくれないと死にます。じゃあこれキャンセルして、次は何がいい。死にますね、これ難しい本当に誰か死ぬのかな。今は大丈夫。ああ、嘘、ビビドラビットさん、いや、死なないで。どんどん死んでいく。やめろ。早く。早くフィッシングボート。間に合え。間に合え、フィッシングボート。いや、これ、生で食べてもいいんじゃない？誰か早く。これ、第一優先だぞ。おー、よかった。じゃあ、これで救われるのかな？ビビッドラビットさんだといいけど。空腹は、あ、みんなの空腹やばい。ビビッドラビットさんの HP は3分の2だね。水は、水もダメか。じゃあ次のエリア、あ、リサーチポ、あ、いいよ、帰り食料あったんだ、よかった。でもどこだ、
ちょっとこっちに貯蔵庫を作ってみようか。まだ戻ってないのかな。あ、戻ってないんだけど、これから。いいね。あ、終わったんだ。早く、あ、ちゃんとありますね。食料、よかった。死ぬかと。誰か死ぬかと。これは缶入りの食料も、よかったですね。おお、じゃあこれで、どこ行く？あ、魚かな？じゃあ次の島に行った方がいいのかな？行った方がいいかも。水あるから、じゃあ移動しよう。ほう、早くその水ゲットしよう。どこだ？あ、こっちだね。これが第一優先。誰かサルベージしてくれ。おお、たくさんあるんだね、木材。どこだった？あ、こっちだね。よかった。こっちにももしかして、木材、いや木材じゃなく、もちろん木材はあるんだけど、食料もある？あれば嬉しいですが、あ、もっとハウスも作らなければね。じゃあハウスはこっち。もう一個こっちに。水はやばい。できるだけ、できるだけ早く生産しようとしてるんですが、それでもダメ？もう一個作らなければ？ 5 人いるから？どうでしょう？あ、10個あったんだ。これで死なないよ。これで死なないと思う。魚は？魚釣りたいんだが、こっちか。めっちゃ遠いでしょう。こっちにももしかして？あ、こっちにもあるんだ。じゃあ、こっちにも？ならいいけど。おお、次はこの工場？これサルベージするとオイルゲットできますね。どうでしょう。そうすると、こっちに行きたい。こっちには村人はいますが、動物って、ん？何の役に立つ？可愛いだけ？リサーチポイントは8。8スキルポイント。何がいいかな？このタンク？いや、別に、いや、これまだ必要はないでしょう。あ、これがいいかも？これがいい。あ、でも、焚き火が必要だね。どうでしょう。あと、金属もないから。で、このオイルゲットしたので、次は、これだね。リサーチポイントゲットしよう。リサーチ、何をリサーチすれば？これ作るには、プラスチックと、いや、これがいいでしょう。おう、焚き火が必要はないし、これにしよう。お、たくさんゲットしましたね。じゃあ、おう、じゃあ早速作りましょう。おお、でかい。どうでしょう。どうすれば、もうちょっと、こうしようかな。あんまりないかな、プラスチック。とりあえず、こっちに作りましょう。これ、強い味方になるからね。早く誰か作ってください。これ、自動的にやってくれますね。いいね。かかりますが。めっちゃかかりますが。でも、たくさん作れば。なるほどね、いい。ありがたい。で、次の島に行った方が、あ、これも終わったし。じゃあ分かった。次の島に行ってみましょう。やっぱりこの動物気になる。移動しよう。この動物にも名前つけられるのかな？だと面白いけど。この子の名前はスティーブンスンっていう。かわいいね。じゃあデスキューしよう。あと、魚。これゲットしよう。あと、たくさんプラスチックあるから、これもゲットしよう。水が問題ですが。じゃあ、これを。みんな、働け、働け。お、レスキューしました。お、この子ね、ちょっと名前つけられる？つけられる。いいね。この子は、アイカさんかな？許可。いいね。で、何か。あ、嘘。いろいろ運んでくれるんだ。すごいね、動物たちは。あ、でも多分。
餌が必要だね。あ、これ食べるんだ。なるほどね。で、研究はね、そのグリル。あ、これ作ろうか。いや、どうでしょう。わかんないけど、これは、シーウィードというものだね。でも、それで一体何が？もしかしてこれで？これでいろいろ作れますね。いろいろ焼けますね。これ、アンロックするには10個、ポイント10個が必要。まあ、いろいろ成功したっていうか、いろいろやったから、今回この辺にしときますね。見ていただいてありがとうございました。皆さん、このゲームのことどう思いますか？続けてほしいですか？ぜひ教えてください。では、次へ。